はい、バイク教習9日目終わりました。今日は2時間やったんだけども、1時間目が急制動 で2時間目がシミュレーターで、まあ急制動はね、今まで時速30キロで止まるっていうのをやってたんだけども、今日から時速40キロになったんですよ。時速40キロで走って、で決められたところでブレーキをかけて、で決められた範囲内で止まれるかっていうのを見るんだけど、30キロの時はね、割と楽勝でできたんだよね。で今日、まあ、40キロやってみて思ったんだけど、すごい滑るんだよね。ブレーキロック、タイヤがロックしてザーって滑るんだよ。何回やっても直んなくて、で教官からは、君はリアブレーキを強く踏みすぎだって、もっと弱くていいからって言われて、添えるぐらいでいいよって言われたんだけども、でもそれでもやっぱりね、なんか恐怖心からね、強く踏んじゃうんだよね。でも何回やっても何回やってもザーザーって滑るから、もう今度はもう指導方法をガラッと変えてきて、分かった、もうぶっちゃけ言っちゃうと、後輪ブレーキいらないんですよって言われたんだよ。フロントブレーキだけで止まれちゃうんですねって、ちょっと後輪ブレーキ使わないで一回やってみてくださいって言われたんだよ。で試しに前輪ブレーキだけでやったら、本当にピタッと止まれて、えって、本当に添えるだけでよかったんだな、後輪ブレーキ。でそれからね、なんか感覚がつかめて、何回やってもちゃんと規定の線内で滑らずに止まれるようになったね。今日はすごい指導方法が良かったわ。やっぱり何回も失敗するってことは、ちょっと違った指導方法をしなきゃダメだなっていうのを起点聞かせてやってくれたからさ、本当良かったよ。まあ指導方法もさることながら、結構気さくな感じの人でさ、すごいリラックスしてできたしね。よかった。今日の教官は超当たり教官でよかったです。でまあ次の時間はシミュレーターなんだけども、まず、まあ、最初にシミュレーターやる前にコースをちょっと走ったんだよ。で後半シミュレーターって感じでやったんだけども、まあ名前、教官の名簿見た瞬間に、ああもう今日は大丈夫だなと思って、なんか前教えてもらった教官で、すごいいい感じの教官が今日当たったから、まあ安心して受けられたね。なんか無駄なこと言わないで、ダメなところ的確に言うっていう感じの教官で、分かりやすいよね。なんか君は右折するときにもうちょっとなんだ、右折ラインに近くした方がいいよとか、本当にダメなところだけ的確に言ってくれるからさ、理解がしやすかった。まあおかげでなんか何が、俺の走りで何が悪かったのかっていうのが明確に分かったからよかったよ。でその後にシミュレーターの授業をやったんだけども、まあシミュレーターの授業もさらっと終わってよかったね。なんか圧迫みたいな感じもなかったし、まあ気持ちよく終われました。まあ今日はこんな感じで、当たり教官がね、2時間あったけども2時間とも当たり教官だったからね、非常に、気分がいいですあとな、どれぐらいだ、まああと多分3時間ぐらいで実技は全部終えるのかな。ちょっとよくわかんないのがさ、実技を全部終えた後に卒検なのか、それとも実技の最後の時間が卒検なのかっていうのがよくわかんないんだけど、まあ、とりあえず17時間の中の今15時間ぐらい終わったから、あと今14時間ぐらい終わったから、あと3時間ぐらいだね。じゃあ次回も頑張ろうと思います。